皆さんこんにちは、ショーマニです。今回紹介するトミカはナンバー87番のランボルギーニアベンタードール LP704 ドバイ軽率仕様です。スケールは68分の1でアクションサスペンションのみとなっています。ちなみにこちら、ボディカラーは白と緑のツートンカラーになります。でこちらにはランボルギーニの、公式のロゴマークが書かれていますね。それでは開封していきます。とトミカニュースが入ってました。時間短縮のため省略させていただきます。ですね。で前はこんな感じになっています。フロントの部分にはランボルギーニのロゴマークが書かれています。エンブレムですね。エンブレムが書かれています。その下には逆文字になってるんですけども、ポリスという文字が書かれています。英語で書かれていますね。で後ろはこんな感じです。で、上はこんな感じで、ボンネットの部分には、マークが書かれていますね。何のマークかちょっとわからないんですけども、マークが書かれています。で、後ろの、こちらの方にもマークが書かれています。で、こちらにも、なんか文字が書かれていまして、なんて書いてあるのかちょっと読めません。すいません。で、こちらには、ちょっと見えづらいかと思いますが、ポリスパトロールという文字が書かれています。英語で書かれています。で、下はこんな感じになっています。メインドインベトナム、ベトナム製になります。で、ナンバーは87番で、スケールは68分の1になります。で、ランボルギーニ、アベンタードール、LP704 と書かれていて、トミー・トミカという文字が書かれています。英語で書かれています。で、あと側面の方にも、文字が書かれていますね。反対側も同じです。こちらにもポリスという文字が書かれていますね。であとホイールも違いますね。通常のトミカとは違います。反対側も同じですね。でアクションはサスペンションのみとなっています。で走りはこんな感じです。以上で紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。